なんとかね、じゃあ食ってね、世界の人たちに丸富士ここにありというのを見せてほしいよね。あのパワーだけ清宮には全然勝ってますので、どう変わったのかっていうのは試合を通じて見せてもらいたいですね。おー今風呂、いや、お客様の期待値あったよ、すごいあったよ。夜市楽しみですね。やっぱ空白な時間っていうのはね、こいつどんな苦労したんだろうとかさ、この空白のこの時間っていうのはね、いいよ。まあ基本的にプロレスというものにめちゃくちゃ集中できますよね。他に誘惑もなければ何もないって、まさしくプロレスをしに行ってるわけだから。で、あとは予備知識が全然ない相手とこなしていかなきゃならない、うん、それも意外と難しいことでね、うん、あと重要なことは存在感をそこに残せるか残せないかってのすげえ重要じゃん。しょっぱいことやってたらもうプロモーターから省かれるからね、弾かれたらもう食っていけなくなるわけだから。いや、もともとね、パワーだけはすごかったからね、あのパワーだけは清宮にはね全然勝ってますので、うん、どう変わったのかっていうのはやっぱり試合を通じてね見せてもらいたいですね。あの時はね、これぞアメリカのプロレス、これが世界一のプロレスっていうのをね、内部に入ってさ、一緒に俺と一緒に感じ取ってたんだけど、全てのことにこの目を丸くして、この一ファンみたいになってこうやって動いてたよ、うん、まあそっからあいつ帰ってきて、きっと今回のイギリスとかそういうのの流れになったのかもしれないけど、うん、やっぱりノアだけにいるよりはいろんな井の川津じゃなく、いろんなプロレスを見て勉強したいのかななんて思ったんじゃないの、もしかしたらね。このね、清宮もね、ぶっちゃけすごいなんて進歩してるからな。ただ今スターらしくね、忙しいんだあいつ、だからこの前誘った次の日もちょっと朝早いって言ってね、途中退席しちゃってんだけどさ、なんかどっか次朝早く仕事があるって言って、いかにもスターらしいじゃない、なんかね。ただプロレスってのは一人でスターってなりづらいんだよ。やっぱりプロレスって戦いテーマにやってるわけだから、ライバルがいて、やっぱり先輩がいて、後輩たちに付き合いがあったりして、そうやって揉まれてって、そのスターってね、勝ち取っていくわけだって、ある意味ノアの未来だからね、やっぱり彼たちしかできない試合をしてほしいし、ファンの人たちにね、この共鳴できるような試合してほしいよね。 WWE で最も驚異的フェノメナルな男、やっぱりなんつったって AJ スタイルだよ。AJ スタイルって WWE のトップだし、ね、俺レスラーやってた時、消費した時はその時は TNA かな、 TNA の時も消費したり、その時だって真田とやったんだっかな、やらしたんだよ。やっぱり真田に勉強のために、この一つは、ね、ステージ上げるために AJ の力を借りたというかね、まさすごいいい試合したんだよ AJ と真田。とにかくテリトリーどこ行ってもトップになってる選手なんだよ。もちろん新日本プロレスにも上がってるし、高いクオリティの試合をするし、そういうすげえ真面目なやつだからね、そんな手を抜いたりどうとかとか、こういうそういう選手じゃないからね、ストイックだからこいつ。俺一緒に飯も食ったことあるけど、一滴も飲まねえもん酒なんて。本当にこのプロレスを愛してる本当のプロレスファン、そのまんまこういうプロレスラーになったって感じの、世界の AJ だよ。このね、AJ スタイルクラスになると、どこの馬の骨って分からないようなのってやらない。だってその意味ないじゃん、やっぱりこうある程度名前がないと AJ スタイル戦う意味もないよ。こんなどこの馬の骨か分からない、
うん、WWE もやらしてくんないよそんなの、うん、ノアで言ったらもうまあまあまあアメリカあたりでもちゃんともう名前が通ってるのは丸口しかほとんどいねえよなねえ現在は、うん、やっぱり需要があるから呼ばれるわけであってなんとかね、AJ 食ってね、ね、改めてこの世界の人たちにこの丸藤ここにありというのを見せてほしいよね。あとね、この試合はある程度いい試合になるって想像できそうだもんな。お互いなんか、ね、もう派手な技はしてくると思うよ。うんうん、インパクト残るような技を仕掛け合いになると思うよ。うん。っていうか俺は今回アベマが海外のお客さんに獲得しに行ったんだなぐらい俺は思ってるよ。ちゃんとアベマやるじゃない。まあ KO のね意気込みとかさなんていうの分かるんで、こう一生懸命さノアを盛り上げようとかさすごい頑張ってる姿も俺目にしてて頑張ってるよ KO、うん、ただ永田はね、永田のガタイもでかいしね、体もでかいし、うん、こいつ寝てよし立ってよしだしね、うん、蹴りもできるし、あと何しろ経験値だよな、うんうん、こいつあれだな、多分俺と同じぐらいベルト取ってんだよ、あの日本のベルトだけは。 GH 氏も取ってんだよね、うん、で全日本のあの参加も取って IWGP、まあ、長州さん曰く天下を取り損ねた男って言われてんだけど、そういう風にトップ戦線に行ってからもう20年ぐらい経つわけであってね、20年前の永田と今の永田の比較は知ってみたいよね、うん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 、KO の場合はね永田にもうぶつかっていくしかないんだから、うん、気持ちでなんとか乗り越えてほしいですよね、うん。なんかプロレスにどっぷり浸かるんだっていう感じはしましたよ、うんうん、それをなんか有言実行でやってんじゃないの、うん、プロレスって俺らみんな一生懸命、ね、教えるけど、大体みんなプロレスなんてできるようになるんだけど、最終的にはその人が持っている人間力かなとかだもんな、うんうん、早く後ろで試合するようになってほしいよね、うんうん。